では皆様準備はよろしいでしょうか。はい、はい、それでは今日もよろしくお願いします。人狼2人で、やられても人狼が誰かはわからない設定ですね。やつですね。はい、ビジュアルタスクは、はい、あ、ビジュアルタスクもオフでございます。オフで、はい、はい、ありがとうございます。それでは皆様ご分を、ご分を、ご分を、ご分を。わー来ちゃった。あ、来た、嘘つきのホラフ君。最近自分でホラフって言ってるからな。でも結構いいバランスできてる。なんか今日でも多いね。今日は多い。私が、私のターンめちゃくちゃ多い。メルティーか。メルティーな、離さない、離さない。コミチンやっとく。コミチンやっとく。コミチンをなんか、ね、何だったら味方につけるぐらいの感じで動く。やってるフリ、やってるフリーズ、やってるフリーズ。これ今何になってんの、これ。やってるフリーズ何になってんの、これ。アドミンやってるフリするか。こうなったら、誰も上に来ん、誰も上に来ん。あららら、大体見ました、見ました。おい、あ、おおさん見ました。なんとドズルさんがベントにキョンと入ってるのを見ました。おお、おお、エレクトリカルのなんか、うん、見えた気がした。はい、全く逆ですね。僕がエレクトリカル入った時にマグニーさんが今ベントで入ろうとしてました。出た。出ました。気持ち切り替えたよ。気持ち切り替えたら。左から、面僕見てないですか。あの面が左の、はい、リアクターのところでタスクしてるのを見たんですよ。で数字を打つやつのところをやっていて、でそれを確認した後すぐエレクトリカルに行って、左から下にエレクトリカルに行って入った瞬間マグニーさんがあのキヨキヨさんの死体の隣にいました。いやいやいや。僕死んでないですよ。あれ？あ、ごめんなさい、ごめんなさい。マグニーさんが、これは言い間違いなんで。言い間違え、言い間違えた。言い間違えました、はい。うん、まあでも、あの面が、うん、面数字のやつやってなかったですか？ああ、そうですよ。左上、リアクターの左上の。そうですよね。僕がもし、数字までやってましたね。そうですよね。僕がもし、これ、人狼でタイタイやってたら、この証言できないと思うんですけど、いかがでしょう？マグニーさんが私ありますって言った時にドズルさんがあのタイミングで言ってもよかったのかなと。結構間があったじゃないですか。3秒ぐらい間があって、うん、マグニーさんが発言するってなるんだったら、うんうんうん、あ、じゃあ私も見ましたって結構食ってかかるのかなっていうふうには思ったんですけど、ドズルさん、あ、いや、あ、それで言うと、あ、なるほど、しかマグニーさんの、そうですね、はい、マグニーさんの発言を楽しみたかったっていうのがあります。すげえ、すごいな。どんな嘘をつけるのかな。すごすぎるな。目よろしいでしょうか。あ、目お願いします。あ、どうぞ。僕以前で言うとリアクターやってからこのレポートにちょっと時間があったので、それでみんな殴れちゃったんで、マジでそうなる、ちょっとローラーでいいのかなって思ってます。そうそう、ローラー、いや、いや、でもマグニーさんは絶対やってください。まあ、21でいるんで、そうですね、ありがとうございます。なんで善良の趣味を、ハラフ君入れとる。おかしいやん。え、ご分を、ご分を。まさかうまくいくとはまさかうまくいくとは思わなかったです。まさかうまくいくとは本当に思っていない。これはマジで思ってない。マジでうまくいくと思ってない。本当にうまくいくと思わなかった。これはびっくりしたな。まさかそんなにうまくいくと思わなかった。
すごいな、コミちゃんやばい。あー、なるほど。いや、おや、はいはいはい、はい、一応、はい、申し訳ないですけど、念のためマグニーもつっといた方がいいのかなって。そうですね、5位になるんだ。同じ、あ、同じぐらい怪しいんで。ローラーやっちゃうんだ。まあ、でも皆さんないですか、ね、なんか僕はもうさっき言った通りだって、はい、そしたら僕いいでしょうか。はい、はい、まあ、はい、一応僕まだエマージェンシーに残ってはいるんですけど、はい、一応マグニーさんずっと誰かがぴったりマンマークついてれば、一応確証の証明にもなると思うので。はいはいはい、でもダブルキルされたら終わりだよ。だってもし人狼の回で残ってて、もし違ったなって場合ですもんね。そう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 、あーそ、あー確かにそうなるとちょっと意味ではね、人質ら市民側からすると確実に人狼一人に、まあ、そういった方がいい。そうなるとちょっとマグニーさん釣らざるを得なかった。そうなんだね。あー確かに、いやー、なんかマグニー釣られたのかな。そうでしょ、なんだろう。かわいそうやわ。ほらありがとう、本当に。でも一人で見つけちゃったらもうでもそうなっちゃいますよね。マグさんの死は無駄にしないです、僕ら。お願いします、それは本当に、はい、あとはちゃんと回収しとくんで、はい、あとメインに聞きたいんだけど、はい、メインっていう右上のウェポンのやつって終わった？いや、僕ウェポンないです。ただあの顔してただけです、あれ。あ、見てただけね。はい、多分小水さんが打ってんなっていうのを見てずっとそばいました。なるほどね。でパーフェクトに20打ったのに、それより先にメインが外れたから、ああ、あれもうリアクターでちょっと移動しとこうかなっていうので離れたぐらいです。やってはなかったってことか。やってないです、僕。なるほど、以上です。あ、ごめんよ、みんな頑張って。ごめんよ、マグさん、後ろだと思ってます。チームのためにね、後ろなのにね。ごめんよ、ごめんよ、ごめん、みんなガブーガブー。やばー、めちゃくちゃ強えんだけど。あー、めちゃくちゃ強え。ホラフ君をフォローしていかないとしょうがないな、これ。どうなってる？わー、アドミン見てるなアドミン見てるなアドミンむちゃくちゃ見とるね。でなると、これは、あ、そうだな、これでちょっとエレクトロちょっと入れるね。エレクトロ入れるよ、エレクトロ入れる。で、閉じる。今すぐ逃げるんだ、今すぐ逃げるんだ。ちょっと待って、おやおや、今おやおや、エレクトリから起きた時の皆さんの行動を教えてほしいですね、カズさんから。え、上、エレクトリからの停電が起きた時の上行きました。上、はい、怪しい。来たよ、来たよ。僕も上行って、で酸素の方行きましたね。酸素の方行ったんですか？だってエレクトリカルですよ、はい、あの消えるやつですよ。はい、エレクトリカルの時にもう3人ぐらい行ってたんで、まあいいかなと思って、僕カズさんと一緒に途中まで、カズさんも後ろから来てたんで、はい、酸素の方のタスク行ってました。はいはい、カズさんと一緒にバレるかな、はい、いややばいね、ちょっとコミチンが疑い始めちゃう。すれ違ったけど、ウェポンで後ろから来てるカズさんを、トランプ君かカズさんのどっちかなんだよな。キヨキヨ君と一緒にいたもんね、今ね、ずっとね。だと思ってまして、というのは僕が解除しました、うん、コミチンさん後ろから来ました、うん、コミチンさんと一緒に閉じ込められたんですけど、またこれ出しっぱなしだった。コミチンさんがエレクトリカルに来る途中で、しかも道中だったんで、まんま道中だったんで、どうなるかな、あそこでキルするのは後ろからカズさんとオラフさんが来る可能性あるんですよね。ね、あそこではキルしないよね。だから俺を先に行ったな、これ今その一瞬にいた感を出したオラフ君行きたくなったな。いや、僕は先に行ったんですよ。で酸素でやった後にカズさんが後ろから来たんで、はい、カズさんがエレクトリカルあの前のんストレージのところでやったんでしたっけ、発見したんでしたっけ。だからストレージやってから
来たんかなと思って、上の方に。やばストレージね。はい。単純にケージなんだよな。ストレージエレクトリカルの下で死んでたのよ。メン、あ、エレクトリカル。え、じゃあ僕、カズさん、白じゃないですか。ま、え、じゃあコミチンさんが。正式な死んでた場所を言うと、オラフ君だ。オラフ君だ。もう時間ないよ。え、コミチンさんじゃないですか。スキップ。うん、オラフ君だもん。コミチンさんじゃないですか。コミチンさんだったらめちゃくちゃ。あ、でも入ったんだ。いや、オラフ君だな。俺入れるってことは。オープン。いや、コミチンさんですか。すごい。やばいっすよ、これ。いやー、すごい。コミチンが名探偵すぎる。名探偵。誰に見たんだろ、あー、まあ。いや、マジで僕の言うことをみんな信じてくれない。もう、いや、今回。本当にもう、いや、今回あんなにうまくいくと思わなかった。ごめん、ドドルさん。マジであんなにうまくいくと思わなかった。まあでも、あれは順番の問題だったんで、もう。まあ、そうです。1対1でしたからね。まあ、確かにね。マジか、本当だ。くそめっちゃ危ねえ。くそー。コミチンさんすごいっすわ、マジで。なんかね、もうね、自信持っていくから強いね、やっぱり。分かってるんだな。いや、コミチンさんやばいな。だって、あそこでカズさんとオラフさん分かんなくないですか？確かに。分からん。いや、でも、ちょっとふわふわっとしてたからね、やっぱね。よしよし、最後は人民でいい、人民でいい、村人でいい、人であるうちに幽霊になる前に全てのタスクを片付けるっていうのが私の今日の目標でございます。さあ、メルトダウン、みんな一緒に行こう。メルティ、メルティラップ。もう何人か行ってから行かんでいいんだけどね、これ。行かないと疑われる、臭いからな。メルティラップ、離さない、離さない。愛なしい君の笑顔、少しだけ思い出す。ピュアなあの瞳、メルティラ。もうこれさ、ないと思うんだよな。前に歩いてる人は。なんとなくだけどね。ないと思うの。もう。もう、結構やったし。コミチンも連続の可能性はあるけど、あ、今はあのキヨキヨさんもいるんで、キヨキヨもいるので多分大丈夫でしょう。ビジュアル系が流行ってね、私が学生の頃はそうビジュアル系が数風靡いたしましてね。シャルクアンシェル、あー、マジ、あ、え、大原どこ、え、大原メンやるなんて。大原さんどこいたんすか。ほう、いや、これは僕が普通にもう誰か切りされてるかなって思って、ちょっと長かったんで、発見じゃないってことで、長かったんで、ちょっと報告というか、あの、イマジン使用してました。はいはい。僕、面見て、ちょっと前まで、オラフ君、ドズル、ハイタイ、面でいました。いましたね。はい。え、それだったらリアクター解除5ですか？ 5。あー、5か。おそらくリアクター解除5なんですよね。っていうのは僕アドミンで見てて、急遽アドミンで見てて、そうなんですよ。7人いたんで、リアクターに。そっから、はい、スタートなんですよね。はいはい、集まったね。うん、そうですね。で、途中で、メンとオラフ君が、それぞれ別々のタイミングで離れていきました。はいはい。後にね。あの上ですよね。後にカフェテリアの方ですね。カフェテリアの方、はいはい。じゃあ僕ですね。カフェテリアの方で。はいはい。カズさん、誰と一緒いました？カズさん、誰と一緒いました？僕いた、僕いた。後ろついててた。バグイン。あー、じゃあ。ガソリン一生懸命組んでたよ、カズさんが。俺は上に、アッパーエンジンのとカフェテリアの間の通路のところにいました。はい、タイタイと僕一緒にいました。あ、メンもそこに確か一緒にいたと思います。オラフ君とメンと4人でいたんですけど、オラフ君とメンは離れていきました。エレクトリカルに2人いたんだけど、エレクトリカル、誰か。メッドベイからダクトで多分入ってたんだと思う、2人で。メッドベイから2人消えてエレクトリカルに2人フーって言ったから、今の話だとドズル君と誰、タイタイが一緒にいたってなら、上にいたんで、まあそうですね、今の話だったらタイタイでいいんだね。いや違う、メッドベイに消して、違う、2人で、2人でエレクトリカルに行ってる、2人でダクト行ったってことですか。あー、だとなります。あの動きは誰ですか、今これ誰が。恐ろしい。俺わかんないね、ドズル君だと思う。なるほどなるほど。ドズルタイタイなんじゃないか。
5分を。5分を。ちょっと誰か一緒に来てくんない？ちょっと誰か一緒に来てくんない？まあ、押そうとしてる？あんたら押そうとしてんじゃないの？これまた。ほらー。あ、ごめんなさい、僕押しました。はい、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 あ、今のちょっとちゃんと聞いときたいなと思って。うん、そうですね。はい、コーチンさんは今のは、アドミンの証言ですよね。 あ、ごめんなさい、アドミンでメッドベイから、はい、エレクトリカルに数字がスッて移動したの、2人、はい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 、3人、メッドベイに3人いて、うんうんうん、そっから2人だけ、はい、エレクトリカルにフフっていったの。なるほど。ってことはベントしかないの。それはもうないね。で、上にいたってことは、はい、ドーゼル君と大体でも間違いない。あ、了解です。それで言うと、いや、はい、もう間違いない。いや、絶対違う。誰か2人いたんですよ、逆に。あの、ちょっと大体、いや、違うだから、カズさんとかもだって、カズさんはどこいました？地図を見るからね。ストレージインターンでしょ。そう、ストレージストレージも数字があったんで、そう、ストレージで、はい、カズさんがガソリン組んでて、そこを私通り過ぎてって、うん、あのアドミンに行こうとしてたはず、その時は。なるほどなるほど。で、コミチンさんがアドミン見てたのは僕知ってます。あ、はい、コミチンさんは見てました。だからドズル君とタイタイが一緒にいたなら、二人でダクト仲良しで入って。なるほど。そう、黒よ。今ちょっとか、黒か、ドズルさんとオラフ君、まあ、タイ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 、ドズルタイタイ、ジリン警部はもうやめるって。絶対違う。え、僕はカフェテリアで今。もうちょっと反論しんどくなってるでしょ、もう。どなたに顔入れてるんですか、皆さん。え、ドズル君に入れてる。あ、ドズルさんに入れてる。別にタイタイでいいと思う。うん、了解了解。まあね、うん、強い。まあ、ここまで言える人いないと思う。あれ、間違えてる。あれ、あれ、カズさん、カズさん、カズさん、色間違えてました、色。色間違えてる。もう待ってるもんな。終わらせようとしてるよ。早急に終わらせようとしてる。もう助けやる必要すらないもんな。あ、なるほど、なるほど。なるほどね。もうこれはタイタイですよね。タイタイでもう決まりだと思う。ちょっとかわいそうすぎる。ちょっと、いや、今あのみんな緊急ボタンのところに設置してたんですけど、緊急の縁にいるとあのサボタージュできないんですよ。で、オラフさんとタイタイだけが外れてましたね、緊急ボタンのところ。なるほどね。はい、なのでコミチンさんの言う内容はかなり正しいんじゃないかなと思います。はいはいはい、タイタイ釣っちゃっていい気がしますね。了解。うん、いや、コミチンさん信用するのよくないっすよ、マジで。ガブーン、コミチンさん信用すぎる。いや、マジで違う、タイタイ違う、マジ当たるんかい。ごめん、タイタイ強すぎて。いや、すいません。アドミン強すぎる。無理っすね。お弁当入ったっしょ。すげえ。コミチンさんが2人やった時こう、あー、ブワーってなりました。うわー、やべーって。ほら、俺が優勝だと思った。嬉しかったでしょ、べー。嬉しかったでしょ。タイタイがスキャンやってんなとか思って見てたら、うん、ドドさんにやられて弁当入ってったんですよ。あ、そうじゃん。タイタイも入ってって、うん、その後タイタイも入ってって、うん、マジかよ。ですけど、いや、そうですね、僕弁当移動した瞬間、やべえ、アドミン見られたら終わるって思ってました。はい、あ、なるほどね。そういう感じですね。いや、面白いな、このゲーム。いや、深いな。すごい、奥深いですね。よくできてますね。はい、よくできたわ。